327の方ですが、いよいよですね、シーラントを、今、投入するところです。一応ですね、シーラントはですね、こんな感じなんですが、まあ、こんな小さなスプーンにですね、取ってですね、まあ、ゆっくりと流し込んであげます。まあ、どれぐらいの量をですね、入れるかはですね、まあ、タンクによって異なるんですが、ですね、極端な話ですね、多く入れる分には基本問題はないです。というのはですね、一応これはですね、多めに入れて、中をですね、ぐるりぐるりとまんべんなく回転させて、まあ、膜を作る感じですので、少ないとですね、まあ、その膜はですね、十分、作りきれませんので、ですね、まあ、かえって良くない場合があります。ですね、シーラントの方はですね、できる限りですね、まあ、空気に長い間触れさせないようにした方がいいですね。結構ですね、値段も張るものですので、まあ、意外とこう空気が入ってほっとくとですね、まあ、次回使おうかなという時に、まあ、完全に固まって使えなくなってしまう場合もありますので、ですね、まあ、使い終わったらすぐ蓋をしっかり閉めてあげた方がいいです。あとは、まあ、ここですね。まあ、そうですね。まあ、ここは今、この辺りで、まあ、これは200系の、ですね、バルブなんですが、まあ、これはもう壊れたものですので、こんな感じにシールをします。そして、ここのガスキャップのところですね。ここはまあマスキングテープでいいと思います。こんな感じでしっかりと留めてあげます。それでですね、ここ今だいたいそこに溜まってますが、まずはまあこういう感じですね。ゆっくりとシーラントを ドローッとしたシーラントですね。こんな感じにゆっくりと。そしてまあ、適度に、こんな感じに。ここですね。こんな感じで、回してあげて、行き渡るようにします。そして最後、またこういう感じですね。上のところも十分に。そしてここのですね、一応ガスキャップのところですが、シリンダー状のがこういう感じに進むものがですね、こうちょっと入っているような感じのもののタイプがありますので、そのあたりはですね、一応ですね、まあうまくちょっとこんな感じに振ってあげるといいですね。隅々までシーラント剤が、入るように。これは大切ですね。一応ですね、この作業をですね、回しながら、ごろりごろりと、これまあ1時間2時間、こういう形でですね、
する必要があります。これ結構大変な作業なんですが、一応ですね、まあ、例えばこのまま置いたまま、寝てしまった場合、このですね、壁のところについたシーラントがですね、徐々にこう落ちてくるんですね、そこの方に。そうすると、上の部分がどうしても薄いコーティングになってしまいますので、良くないんですよね。ですので、大変なんですが、こういう感じで徐々に乾いてくるんですが、それに合わせて常に均等にシーラントを行き渡せたいということで、ちょっとこれ大変な作業なんですが、こういう形で回しながら、あとですね、そんなには速攻性のあるものではないのですぐには乾かないんですが、意外と乾いてくるとですね、表面が硬くなってきますので、こういう感じですね、作業が必要なんですが、あとはですね、今これ流し、適当に多めに流し込んだんですが、このままだとですね、多すぎるんですね。ですので、ここで大切なのはですね、必ずここのですね、この場合の327の場合であれば、ですね、まずえー、余分なシーラント剤をですね、出してあげるんですね。で、これシーラント剤はですね、これはね、処理してますので、すぐにはですね、ドドボッと出てきませんので、これ時間をかけて十分に、中を出してあげる必要があります。それですね、この場合であれば今このバルブの入るところを出したんですが、一応ですね、こちらのところをですね、ちょっとこういう感じで、全体をですね、ちょっとこういう感じで、ちょっとコツが必要なんですが、ね。シーラント剤なんですが、これ基本はですね、バイクなんかのですね、タンクをシールするものなんで、当然燃料等を入れても問題ないものですね。で、いろいろなところから出てるみたいですが、どのメーカーでもですね、基本的には変わらないと思います。それからですね、一番大切なのはですね、下準備ですかね、下地作り、しっかりサビを取ってあげて乾燥させてあげてっていうことですね。今こんな感じに今ダラダラと出てきます。それですね、大体こんな感じで出たと思うんですが、
まだですね、油断すると、この下にですね、まあ、ちょっとこう多すぎるシーラントが残留するとですね、ちょっと加工がですね、熱くなりすぎて、ちょっと理想の加工とはですね、違くなってきてしまいますので、しっかりと出すことも大切です。あとですね、これ一番大切なのはですね、今ちょっと今蓋を最初に閉めます。ここの部分がですね、今シーラントついてますので、ですね、まあ、しっかりとタオル、まあウエスでも結構ですけれども、拭いてあげます。そしてこの、まあ、口の部分ですね、もしついたらしっかりと拭いてあげますね。あとですね、ここのネジ山の部分、ここもですね、放っておくとネジ山がこれ埋もれてしまいますので、しっかりと拭いてあげます。ね、で同じようにここもですね、しっかりと拭いてあげます。この場合はですね、一応再度、まあ先ほど使ったこの辺りをまあ戻してあげて、まあ、つけとくとネジ山がですね、埋まらずに済みますね。ここで再度こんなような作業をやり続けます。でですね、途中ですね、まあ、内部をですね、こういう感じで見るとですね、シーラントがですね、これまだまあ当然流れてくるんですが、ものすごい勢いでですね、だらーっと流れてくるの場合ではですね、まだまだ、まあ、量が多いですね、中に残ってる。でだらーんとゆっくりとですね、落ちてくるような場合であれば、まあ量的にはちょうどいい感じですね。まあ、ちょっとこの中はですね、ビデオには映らないと思うんですが、まあだらーこんな感じですかね、スピード的には。で落ちてくるようであれば、まあ余分な分はだいたい残ってないっていう目安ですよね。ですので、こういう具合にだらーっと落ちてくるようであれば、まあ多すぎますので、まだまだ抜き出してあげる必要があります。